たしましょう。昔中国で福禅寺が明灯蘭や明灯蘭、安灯蘭や安灯蘭の下を唱えて鈴を振りながら白髪をしたと伝えられています。その鈴の音を竹に移したのが尺八の始まりと言われています。福禅に発した福州尺八はお経の代わりに尺八を吹きました。明るく来れば明るく行く、暗く来れば暗く行く、風の吹くまま風がなければ吹いていく、何事にもとらわれることがない無の心が福州尺八なのです。第2部高橋流の尺八の世界、はじめは座禅と水禅、そして禅画と水禅です。ポーランド出身の女言ノバク氏は仏教と仏教美術に興味を持ってアメリカの禅センターで出家得度を受けました。ロサンゼルスで禅画を勉強した後、日本に来て福井県小浜市仏国寺の禅堂主家原田丹元老師について参禅を続け、曹洞宗の禅僧となりました。現在は仙台市内で座禅と禅画の修行を積み、定期的に展覧会を開いています。今回は禅画の記号と福州尺八の推薦を試みました。では初めに座禅と田向けの曲、続いては記号と虚空です。
Thank you.